はい、乙女座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月後半のタロットリーディングをさせていただきます。早速いきますね。お願いします。無事に帰ってきておりますのでありがとうございます。コメントもいつも楽しく拝見しております。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。うん、ワンドの6、カップエース、ワンド8の逆、ペンタクルスエース、ペンタクルス2の逆、タワー逆、ペンタクルスの、カップページですね。プリンセス、気をつけることや対策は死神の逆とカップ8とオラクルは、はい、ワンドのクイーンです。なんか前回も確か死神とかマジシャンとか出たような気がしますが、まずちょっと星の話ですけれども、7月21日が満月になります。まあ、この時が一番ね、なんかこう感情的な高ぶりが強いっていう感じがしますね。でちょうどその7月21日満月の日に、同じく火星という、 こうバイタリティとかこうチャレンジとか勇気とか切り開いていく力とか、まあ、たまにトラブルっていうのもありますが、そういうなんかこう熱いねエネルギーが双子座に入るということで、乙女座の皆さんにとってはこの熱いエネルギーを社会に使えるっていう風になるんですね。仕事とか自分が理想とする世界を築くためのエネルギーとして使えるようになります。ですので今まで勉強してきたとか頑張ってきた、何か努力してきたっていうものを実践に使うとか、じゃあ本番始まりますみたいな、そんな感じかもしれません。ただ7月22日からまたこう光の当たる分野が変わって、ちょっと準備しましょうとか、ちょっと飛び込む前の深呼吸しましょうみたいなタイミングになるので、実際は本当に走るよとかスタートっていうのはもしかしたらもう少し後かもしれませんね。8月の後半かもしれませんが、十分に何かをやっていく段階にあるっていう感じはします。これはまあ、今年後半のテーマとして、どのような社会を作りたいですか、どのような世界で生きたいですか、どのような毎日日常生活を送りたいですか、それによってそのために必要な変化を起こしましょうみたいなのがありますよね、今年後半のテーマとして。でそれはとてもいい運気として使えるんですけれども、なのでおそらく働き方や職場や環境っていうものが何か変化が起きやすい方が多いと思うんですけどね。仕事だけじゃなくですよ、生きてる環境そのものが変化するっていう方が多いと思うんですけども、それをただ飲まれてそうなるっていうよりも、自分が主体的にどういう世界を作りたいかって言った時に、使えるエネルギーが7月21日以降入ってくるっていうことなので、もうぐんぐんとなんか成果が出るっていうのかな、やればやるほど成果が出るみたいな感覚になると思うんです。でもご自身はまだね、それを表に出てバーンとやるっていうよりは、ちょっとこうちょっと引いたところで、ちょっと見えないところで着々と準備しますとか、まあ違う言い方をするとなんかこうエゴで現実を作るのではなく、本来の本質、持ち合わせている本質から来る欲求で世界を作れる時だよって感じがするんですね。なのでもしかしたら少しこう他者へのサポートとかそういうのが強調されるかもしれません、この時期は。でもすごく豊かです。とっても楽しいと思います。なのでまああまり無理せずに、こうすぐ成果っていうよりも、少し自分が現実世界ではない世界というか、ちょっと引いた世界で整えながら、本当に自分が何を望んでるかっていうのを感じながら進んでいってほしいなっていうのが、まあ、星の動きです。そしてカードで見た時に、やはり今もうこの7月後半っていうのは、なんていうかな、こう思うように進んでいきますよねっていうような感じです。流れがある、流れが早いし、その流れはちょっと少しちょっとはなんかこう方向を変えるだけで、自分のいい風にいくらでも流れを変えれるよみたいな感じがあります。そして自分が欲しいものもどうすれば手に入るかっていうのも分かる、
その風が来ているっていう感じですね。なのですごく豊かな喜びを感じられそうな時です。乙女座の皆さん、どんな喜び感じてますか？もう今すでに感じてますっていう方、ぜひ教えてください。喜びってシェアすればするほどね、膨らみますしね。そしてここまでの流れもちょっと強引だったかなとか、ちょっと早すぎたかなみたいな思いがあったとしても全然いいです。十分にもうエースっていうことでね、新しく始まる匂いがプンプンします。でそれは感情面でね、ちょっともうちょっとゆっくりした方がいいかなとか思ったとしても、十分にこれはここからゆっくり育てていける楽しい価値あるものがあるよっていうふうに言われているので、いいスタートですねこれはね。でも本当に星の動きでは実際は8月末からの方がスタートだし、お誕生日からとかね、その方がすっきりはしてるんですけど、カードで見るともう十分その雰囲気味わってるし、その喜びも感じているっていう感じがします。そしてここからの流れなんですけど、ペンタクスの2ということで、一つの可能性だけじゃないみたいですね。いろんな自分がやろうと思っていることももちろんできる、その運がある、そのバイタリティもある。でも違う話も来て、こっちとこっちどうやって合わせていきましょうかみたいな、そういう流れもあるみたいです。でその後にタワーの逆があるので、何か一つがやはり、終了していくとか、予定外の方向に進んでいくって感じがありますね。対策でもね、死神の逆が出ていて、死神の逆っていうのはもうまさしく再生なので、こう何かが終わって新しくしていくっていう流れがあるんです。ここでもなんかちょっと強制終了みたいな形で、はっきりとその道が生かされる道と、ここでやめときましょうみたいな道がはっきりと分かるっていう感じが出ているので、分かりやすいですね。迷わなくて済むっていう感じがします。ちょっと補足も見てみますね。なるほど。今までの自分だったらこの可能性も残しておきたいし、こっちもうまくやっていきたいしということで、こう両方にいい顔できるというか、両方の可能性を生かす方法を考えていたけれども、ここからの新しい流れで本当の自分の理想に沿った生き方とか理想の生活を作るっていう上では、自分が何を一番の優先にするかっていうのはすごく大事、コアな部分が大事なので、そのためには何かを壊す覚悟もあるっていう形で、全てにいい顔をするとか全部うまくまとめるっていうやり方をやめるっていう感じが出てますね。これとても素晴らしい成長ですね。これはね、乙女座の皆さんにとっては。そしてその後にまたね、ペンタクスのページということで、一旦こうちょっと平らにしてから、さらに何を育てたいかっていうのをじっくり考えて、大事にしたいものを末永く育っていくように、きちんと整えた土壌に植えるみたいな感じがありますね。素晴らしい。これはさすが地の星座っていう感じの流れですね。一気に刈り取るとか一気にやるとかではなく、ゆっくりじっくりと時間をかけて育てていく覚悟があるっていう感じもありますし、まあ実際にカップの8っていうのは本来はね、こう今まで大事にしていたものっていうものを置いて、本当に求めるものに求めていきますよみたいな、これまでのものっていうのはこれまでのものであり、本当の自分の豊かさを求めて進んでいくよっていうカードが出てるんですね。これとすごく似てます。それが私の中ではすごく一致します。そしてオラクルとして出てるのがバンドのクイーンで、これもなんかいろんなたくさんの手がありますけれども、いろんな手を使える、いろんな策を使える、いろんな知恵を使える、その上で自分が本当に作りたいものは作っていける、運もあるし経験もあるし知恵もあるしっていうような感じが出ているので、たくましいなって感じですね。今回もね、強いしたくましいし、こう運勢に押されてたまたまそうなっていくっていうのではなくて、なんか乙女座の皆さんそれぞれがここまで経験してきた経験値の中から、自分自身のそのコアな部分を信じて改革しようとしているみたいな、そういうなんか強さっていうものを感じて、素晴らしいなという感じがしました。まあ、全員が全員そうじゃないかもしれないですけれど、おそらくジェネラルリーディングでこういうのが出るっていうのは、みんな本当に覚悟のできている方、本当に自分を生きようとか、本当の自分自身を生きたい、理想の世界を求めたいという方にとっては、その準備ができて自分自身を強く信じ、
やっていくような、精神的成長っていうものが宇宙の流れと一致してるんだなっていうふうに思ったんです。素晴らしい。これを踏まえた上でちょっとお仕事のことを見させてください。仕事もね、忙しくなる可能性はありますが、カップのページ、ストレングス、ワンド8っていうことで、そうですね、忙しくなる可能性はあるんですけれども、やはり状況に飲まれてはいないですね。あくまでも自分のやりたいことや自分から芽生えてきた可能性、思いっていうものを使って仕事をしていきたいっていう感じがあります。そしてなんていうんですかね、もしですけどね、ご自身が経営してらっしゃるとか自分で何でもできるっていう状況の方であれば、もう思い切り、その思いを表現できるっていう感じがします。思い切り好きに仕事できるという感じがあり、その思いがあれば動かないものが動くみたいなね感じがあります。今まで動かなかったけど、この今の乙女座さんのその覚悟と情熱があれば動かせますね、動きますねみたいな感じがあるんです。でももし会社員の方とかでなんか役割を与えられていて、それを一生懸命やりますっていう方にとっては、その役割を本当に自分が担ってやっていくには、もっと本当はここまでやりたいみたいな思いがあります。でも求められていることや与えられている時間を考えると、ここまでが精一杯みたいな、そういう若干そういったジレンマっていうものもあるのかなと思うんですけど、十分その限られた状況の中で十分力発揮しますよっていう感じがあります。なので自分ではもっとできるのにみたいな、もうちょっと、もうあと少し期間があればとか、もう少し経費をかけられればっていう思いあるかもしれないんですけど、十分今のこの状況の中では力発揮できますねって感じがあります。なのでその思いやアイデアっていうのはどんどんシェアして表明していくのはとてもいいと思いますね。うん。で、人間関係見てみますね。人間関係ね。うん。カップクイーン。バンド4。ペンタクル3ということで、素晴らしく人間関係もいいですね。ここでもお仕事でもそうなんですけど、今そのご自身が感じているこれがいいんじゃないかなとか、こうするべきなんじゃないかなっていうアイデアがもうほぼ合っているみたいな感じがあるんですね。でその感覚、人間関係にももちろん使えて、今この人にはこういう話しても大丈夫とか、今この人は自分のこと考えを言っても受け入れてくれてるなみたいなのとか、そういうのすごく感じるみたいなんです。そして他者も今の乙女座さんだったらこれをちょっと頼りたいみたいな感じで、向こうから言ってくる、寄ってくるようなエネルギーもあり、すごく嫌らしくない感覚で人間関係を楽しめるって感じです。いやらしくないってどういうことかって言ったら、こう得ごますったりとか、これをしたら得かなとか、つないどこうかなみたいな、そういういやらしい計算とかではなく、本当に素直にこう自分のいい面で関わっていける、自分の好きなことで関わっていけるとか、その人のいい面で関わっていくことができるので、心がちょっとほっとしますね。こういうのってね、仕事での付き合いとか、そういう嫌だけど付き合うとか、そういうのではなく、素直な感情が喜ぶ関係性っていうものがある感じがします。なのでもしですけど、乙女座の皆さんの中で誰かに優しくしてあげたいなとか、ちょっと声かけたいなって思う方がいらっしゃるなら、ぜひやってください。すごく受け入れられそうだから。そして仲間もいるんですよね、これね。その全然性格も違うんだけど仲がいいとか、その遠くに離れてるんだけどこういい協力関係だよねみたいなの、そういうのもあれば、またはですね、このワンドの4のカードっていうのもすごく、これは人間関係めちゃくちゃいいカードですから、その変に
これをしなければってこう役割とかね、自分の義務とかそういう礼儀とかそういうのを考えなくても今の乙女座さんってすごく受け入れられますよねみたいな、緩くなってる感じがしますね。人に関してどうですか？人に対してその批判意識が強いというよりも今はちょっと緩くなってて、だからこそうまくいくって感じがします。人間関係ね、ぜひその豊かな優しい感覚、責任とか義務とか迷惑かけないとかそうじゃなくて、優しい緩やかな感覚でつながっていってほしいなと思いますね。すごくバランスが取れてますね。まあ、一番でもいいなと思うのはやはりご自身の自己成長っていうのかな、なんかそれが強い感じがします。まあ、これもでもやっぱり8月の20何日までの間に宇宙から与えられてるいい恩恵なんだろうなって思いますね。無意識にそういうのを感じて、ああ自分が今成長する時なんだとか、ああ今自分は古い自分を壊して新しくなっていく時なんだっていうことを感じたらそれで現実になりますし、意識すればなおさらのこと、そしてしっかりと現実を歩んでいる、で仕事でも力を使えるし、人間関係は人間関係でそういうなんか頑張ってギリギリのところでじゃなくて、もともと持ち合わせてる人に対してのなんか奉仕の気持ちとか優しさとかいいところでつながってるじゃないですかみたいな感じがあるので、まあバランスが取れてますね。いいですね。本来はちょっとお誕生日の前でナイーブになったりとかちょっと体調崩す方もいらっしゃるんですけど、このカードを見る限り、あいい感じで自己成長して落ち着いて、あ次のレールに乗っていくな、もう入ってるかなみたいな感じがしました。最後にね、もう一枚だけオラクル引かせてください。いい、なんか乙女座さんこれだな。はいこのカードを見てどんなメッセージを受け取るでしょうか。皆さんもご自身でね感じたこと、よかったらメッセージコメントで教えてください。美しいカードが出ましたね。クリエーションということで、何を育てていくんでしょうね。これお花を育ててますけれども、自分の中でこう育てたいもの、自分の魂の表現をしてくださいと、何か新しいものが始まるよっていうふうに言われてます。ぜひそのように意識して過ごしてみてください。今回も最後までありがとうございました。次回また7月末ぐらいに次の動画をアップします。では失礼します。ありがとうございます。